こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿の動画をご覧の皆様、東日本大震災ではなくて、吉田さん、広島の土砂災害ですね。土砂災害で家が全壊半壊とかされて、でそれでね、広島県からも補償が出るよっていう話もあったし、各種ボランティア団体からのね寄付とかなんとかっていうのがあったんですけども、全然遅れてて入金されないとかね、それからすごく困ったのが、もう完全に家がダメになっちゃったんだけど、半壊扱いであんまりお金が出ないとかね。そもそも全壊でもあんまり出ないんですよ。数百万とかなんですよね。そうなると家一軒がどうしようもないんですよね。家って3000万4000万しますから、じゃあそのね、うちの500万600万を補填してもらってもどうにもならない二重ローンの生活始まっちゃうんですよね。まあそういった塾生さんが私のところに相談に来ました。で、私はね、その方がツイッターをやっていたのを見たんですよ。ツイッターでなんかね、お身内との連絡をダイレクトメッセージしてたんで、じゃあツイッターを使おうかなというふうにその方とお話してですね。まあフォロワーさんは400人ぐらいしかいなかったんですよ。本当に知り合いぐらいしかいなくって、知り合いと知り合いの知り合いぐらいしかいなくってね。フォロワーさん400人です。で、400人に、まずは家の崩れた様子とか、自分の、こう陥った危機とか状況とかを文章でね書いて写真をつけて、で、ツイッターでねツイートしてみてくださいっていう話したんですよ。で、どのぐらいのツイートしたか分かりませんけども、その方のツイートには振込口座もちゃんと書いてもらったんですよ。気の毒だと思ったらここに振り込んでくださいみたいなね、その文章を書いてもらって、まあ台座は私が作ったんですけども、いろんな種類で書いてもらったんですよね。まあ、そうするとまあ、4000万円ぐらい合計で入金されてね、確かね1ヶ月ぐらいで入金されたと思うんですよ。まあ、それであまりにもお金入りすぎちゃったんで、この銀行口座書いてるところに直接入金ですからね。だからどっかの団体が中抜きしたりとかないし、いろんな手続きとか許可があって入金が遅れるってこともなくって、本当に寄付したい人から寄付してもらいたい人の銀行口座にワンストップでダイレクトに入ってきましたんで、それが金額がダダダッと積み上がってね、4000万となったと。まあ税金のこととかはどうしたのか分かりませんけども、一応ね、贈与税なり何なりを受け取って書いておいてくださいね。一時、入金とかありますんでね。で、結局その方は、あと私の塾生さんだったんですけども、まあ闇夜に紛れてね、どっかに行って生活の再構築するそうです。同じように災害を受けられた方の妬みが怖くって、そういう感じで足取りを残さないように広島から去っていきました。大変ですよね、他の土地で一からやり直すの。でも少なくともローンに追われることなく新築の家がドンと建つ、まあ新築の家を建てるのかどうか分かりませんけどね、もしかしたら賃貸派で行くかもしれないですけども、とにかく4000万以上の現金を得たわけなんですよ。ここで私たちは教訓としなければならないのは、別にね、何千人何万人というフォロワーさんは必要ないんですよ。数百人でいいんです。いや、もっと言ったら数十人でいいかもしれないですね。とりあえず今持てるカード、まあ、カードと言ってはフォロワーさんに失礼ですけども、つながってる人に対して知らせるってことが大事です。そうすると知らされた人は自分ではどうしようもできないけども、もしかしたら自分の先に誰か何かができる人がいるかもしれないっていう感じで、リツイートなりシェアをするんですよね。その流れがたった400人のフォロワーさんから多分数千人とか数万人広がって、その中の何人かがね、入金を何十万何百万としてくれた、その積み重ねが4000万だと思うんですよ。こういう話をね、よくそれからするようになりました。こうなるとね、平穏無事な暮らしを送ってる人とかよりも、もう本当にね、背水の陣みたいな人の方がビジネスはうまくいくんじゃないかなと、お金集めることってうまくいくんじゃないかなって思いますけども、別にそんなことはないです。そういう状況を自分が想定できてるかどうかなんですよ。このままだったら10年後やばいな、20年後やばいなっていうのを自分に対してものすごくね、感じてですね、危機を感じて、で作業していく。で、私がツイッターでこういう文章書きましょうってその方に言ったのも、本当にね、面談して30分か1時間の話の中でだったんですよ。で、その人はそれを実行したんですよ。他のメディアね、 YouTube もちろんやってないですし、 Facebook もされてなかったみたいなんで、 Twitter を家族とか友人との連絡の代わりに使ってたみたいなんですよ。それを使って400人のフォロワーから何千人何万人広がったのか分かりませんけども、とりあえず4000万入ったと、4000万以上入ったということでございました。まあここからね、分かることも、
知られなければ何も始まらないんですよ。知られたからといって何かが始まるかどうか分かりませんけども、とりあえず知られなければ何も始まらない。知られてからが第一歩なんですよね。まあ、ですんで極端に露出を恐れたりとかね、お金が欲しいはずなのに身をさらしたくないとか、今勤めてる会社に気を使っていますとかね、バレたらやばいですっていうのはまるで新聞願文なんですよ。どういうことなんですかね。これ例えて言えばね、もうね、お別れする寸前の彼女がいます。もうどう考えても修復しないし、お互いに冷め切ってます。あとはもう別れの宣言をするだけ、そういった関係の女性がいます。でこっちには気になる女性で、もう向こうは好意があること分かってると。であとはこちらがけじめをつけてこっちに乗り換えるだけという時に、ちゃんと別れをお話してこっちに行く、要するにネットビジネスに切り替えられるのか。もちろん女性関係と違って今ある会社に黙ってても二股でも最初は構いません。でちょっとずつこっちの売り上げ上げていけるなと思ったらこっちに話すなり、バレるまで突っ走るなりいいんじゃないですか。自分の人生ですからね。誰かに遠慮しても、今勤めてる会社に遠慮しても、その会社は何の面倒見てくれないですよ。今ずっと給料もらってると思いますけど、その給料をかける75歳までしてみてください。老後2000万いきますか。いかないでしょ、どう考えても。そういう風になってるんですよ、給料ってのは。給料全部もらったら一生安泰だみたいな払い方しないんです。それは経営幹部とかある程度の職位になった人だけなんですよ。会社と人生を共にしてくれるだけ、そういう人だけに会社の資源をそうやってね分けてくれるんですよね。でもいつでも辞めれるような体制の人にそこまで報酬を払いませんね。だから十分な報酬を与えると、ある意味ね、辞められてしまう可能性があるんですよ。結構お金貯まったんで辞めますみたいなね。そうなると働き続けないと金が足りないっていう状態で給料はバランスするんですよ。これ全ての業種ですよ。だから時給が900円前後とかね、1000円前後で止まってるんですよ。だから給料が、20万っていうそのボーダーがありますよね。未だに20万なんとかって言ってるでしょ。私が10代の時も給料20万ぐらいもらえたらいいなと思いながら進学して就職したわけですよ。未だに20万とかでしょ。おかしいですよ。あれから30年経って今ね、初任給が40万とか50万って話しないといけないんですよ。だからそれがね、なんかね、20万でとどまってる。なんでだ。新しいサービスやテクノロジーが生まれて世の中は豊かになってるはずなのに、もしかしたら10年前とか20年前の方が豊かだったんですかね。そんなことはないでしょ。どう考えても供給量上がってますしね。なんなんでしょうね。というところでね、やれば何かができるというタイトルでお届けしました。